順天山和城の矢倉門順天山和城の天守順天山和城は、韓国全羅南道順天守海流面神城里にあった日本式の城である。慶長の役の際に日本軍によって築かれたものの一つ。文読、慶長の役を通じて、日本軍は朝鮮半島南岸各地に和城軍を築いて布陣していた。その中でも最西端にあたる全羅道順天の 紅葉湾に面した沿岸2597年11月から小西幸長、浮北秀家、東道高虎を中心として築城をはじめ、特管工事により城は短期間で完成を見る。城の立地は小さな半島状の地形で、三方は海に囲まれた天然の溶害で、西側だけが地続きとなっており、ここには丘陵稜線ラインに沿って石垣で鳥類を築き、 外角として敵の侵入を塞いでいた。本城は東が浅い部の海に突き出した小山に築かれ、ここに石垣を積み上げ、山頂には三重の天守を挙げた。外角と本城の間には入り江があり、この入り江には艦船が停泊し軍港の役割を果たしていた。宇都宮国綱の軍港記である宇都宮高来貴人物語によれば、六百層の 船が二つの入り江に入っていたという。周辺の海は遠浅となっており、そのため海上からの救援が困難であるとして、この城を放棄する案が提出されたこともあるが、この案は、豊臣秀吉が却下した。実際に、明、朝鮮軍が攻め寄せた時には、逆に遠浅の海が幸いし、多くの明、朝鮮の軍船が座礁している。 現在周囲の海は大部分が埋め立てられている。ありがとうございます。